放り込んだり、お仕事いっぱいザクザク真剣当てちゃうよ。レッツプレイ。前回のあらすじ、僕たちカーボマウンテンで働いて金塊を運んでたら、ノイズが盗みに来た。巨大なパックンチョから逃げてるうちにカーボマウンテンはめちゃくちゃ、列車たちも埋もれて大ピンチ。そこで僕たちはコラボイルナー工事車両デラックスセットを組み立てて、みんなをレスキュー。あのヘリポートまで行ってヘリコプターで金塊を持ってっちゃおう。ライちゃん、みんなもグッドボタンで僕たちを応援してね。ゴー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 。逃さん、このまま真っすぐ行けばヘリポートに。レールがない。あ、僕つけ忘れてた。クモリン早くつけて。そこまでだ。行く。金塊はいただくぜ。まずいよまずいよ。そうだ、クモリン、思いついちゃったのさ。これは
僕たちの大事なものを作るのさ。もしかして、そう、金塊。下は2個バッテンに切り込みを入れて、上にも1個、そして秘密の材料、磁石を金塊の上に差し込む。本物の金塊なんだ。なんだと？欲しかったらここまでおいで。待てー、待てー、よこせー。これは僕たちのだ。そんなの関係ねー。もうわかった、そんなに欲しかったらあげる。偽物さ。サンさんが偽物を乗せてノイズと追いかけっこしてる間に、こっそり本物の金塊をエレベーターまで運んで、ここまで来たのさ。カビーン。金塊にはもう触らせないよ。ミュウ。なんてことだ。そんなノイズにプレゼントも作ったよ。ん、なんだこれは。これはまさか。そうだ。悪いことしちゃダメだよ。さあまたお仕事始めますか。結局ノイズにやらされたままだし、周りも整えよう。ここでまたスーパーショベルアンパンローダーの出番だね。じゃあ作業開始。みんなもカーゴマウンテンセットで発掘のお仕事してみよう。クイズタイム。大活躍したカーゴマウンテンのクレーンは全部でいくつだったかな。1、4個、2、3個、2個。みんなも金塊で大金持ちになったらどうする。僕はバナナいっぱい食べる。そうだ、そんなバナナ。ゴーボリン。今日遊んだおもちゃはカーゴマウンテンセット、ボルボビルダー工事車両デラックスセットだよ。みんなもカーゴマウンテンで金塊を掘り当てたり、ボルボビルダー工事車両デラックスセットも組み合わせたりして、建設現場ごっこしてみてね。今日のお絵かき。